はい、皆さん、こんにちは、タートルです。以前のした、油足の腹筋メニューがあるんですが、それでたくさんの方が、効果が出られてます。おめでとうございます。そこで今回は、油足腹筋を応用編として、6回、4種目を紹介していきます。あぐらを組みますんで、各足3回ずつ。これで、腹筋の上部、中部、下部、そしてお腹をへこませる腹横筋を鍛えるメニュー。一種目ずつ紹介していきます。スマホ持ったままできますんで、一緒に気になる部位一個でもいいですし、四種目全部やってもいいです。一種目6回ですから、できると思います。頑張ってみましょう。それでは紹介します。行う際のポイントとしては、息を長く吐いてください。目安は5秒。1回あたり5秒間息吐きます。それでは寝ましょう。スマホを持つ方はこんな感じで見ながら行きましょう。足を組みます。まずは息を吐きながら、ぐーっと足を抱えたら戻します。各足3回いきましょう。いきます。スタート。5秒吐きます。3、4、5。1、2、3、4、5。床にしっかり腰つけて。1、2、3、4、5。はい、反対足です。スタート。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。ラスト吸い替えて。1、2、3、4、5。はい、 OK です。あぐらを組むことで上の足で下の足を押さえることができます。そうすることで、しっかりお腹を使うことができます。今度は、体を起こしていきます。足組んだままで、起きて5秒息吐いたら、帰ります。3回いきましょう。スタート。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。ラスト。1、2、3、4、5。よっしゃ、反対です。最後の一息でね、グッと置きましょう。スタート。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。よーし、 OK。 今度は下腹を使いましょう。膝よりも少し下に足を組みます。この状態で足をゆっくりゆっくり動かして5秒で帰ります。息を長く吐きましょう。いきます。スタート。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。スタート。1、2、3、4、5。よーし、 OK。 反対いきましょう。スタート。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。見ながらやる人はこんな感じ。1、2、3、4、5。よーし、 OK。 さあ、ラストです。今度は足を組んで、足上げて、体を起こして5秒キープ。そしたら戻ります。ラスト、行きましょう。いきます。スタート。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。ラスト。よーし、 OK。 さあ、反対の終わり、行きましょう。スタート。1、2、3、4、5。うわ。1、2、3、4、5。あー、ラストは効いてきた。1、2、3、4、5。うわー、効いた。お疲れ様でした。
今回ね、あぐら足にすることでしっかりお腹を使うことができます。やってみて感想よかったらグッドボタンとコメントで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。